サイード朝とは、北インドの一部を4代37年にわたって支配した、デリー・スルターン・ン朝の4番目のトルコ系、イスラーム王朝。首都はデリー。名称は、建国者のヒズルハーンが、サイード、すなわち、ムハンマドの子孫であると称したことに由来する。1398年末、有能な統治者に恵まれず弱体化したトゥグルク朝は、 ティムールの侵入により大混乱に陥り、無力化していた。1405年、ティムールが名遠征の途上、中央アジアのオトラルで亡くなると、ティムール帝国は内紛を起こし、それを制したのは、ティムールの四男、シャールフであった。パンジャーブ総督のヒズルハーンは、シャールフに従って、1413年には、王家が断絶して、 大混乱していたトゥグルク朝に攻勢をかけ、1414 14年には、デリーを占領して、トゥグルク朝を滅ぼした。そして新たに建国したのが、サイード朝である。しかし、その支配は、デリーの周辺のみの弱体な王朝であり、周りを、ジャウンプルスルターン朝やマールアースルターナサ、メイワール王国に囲まれて、王権は、不安定だった。また、ヒズルハーンは、 ティムールの代理人をもって認じスルターンを称することはなかった。ヒズルハーンの治世では、トゥグルク朝の貨幣がそのまま鋳造されて使われ、ヒズルハーンの子、ムバーラクシャーの時代も、シャールフの代理としみぎ物を送り、代わりに、礼服、儀式用の日傘が送られた。三代目のムハンマドシャーは、無能な人物で、王朝は、急速に衰退し、 パンジャーブのローディー族の反自立傾向が目立ち始める。四代目のアラーウッディーング・アーラム・シャーの時に、最小のハミード・ハーンが権力を握ったが、1451年に、バフルール・ローディーによって投獄され、サイード長は滅亡した。ここに、ローディー・アサが成立することになったが、アーラム・シャーは1478年まで年金を受け取って生活した。 ヒズルハーンムバーラクシャームハンマドシャーラーウディーン、アーラムシャー。ありがとうございます。